こんにちは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2023年3月26日です。 はい。2023年もね、3月最後の週に入ろうとしています。本当に早いですよね。ということで、私もあの、先週、あの、動画を出したきりになっているんですけども、はい。あの、今日はね、こちらの記事に私ね、ずっ飛びついてしまいました。<laughs> もう、綺麗事は申しません。価格予想の話です。15ドルって書いてありますよね。でも、これ、あの、丸きデタラメを言っているわけではないんですね。まあ、一応、いつもあの、クリプト、クリプトアナリストの方で、カルダノに対して強気の方がいらっしゃるんですけども、その方が あのイーサリアムの動きにににななななぞらえててカルダノもこうううるんじゃいいいいかととうう測したという記事になっていますそしてあのカルダノの、ね、価格予想、これだけを聞きたいという方は、この記事だけ、ね、前半お付き合いください。そしてあのそれだけだとちょっとねという方のためにですね、はい、昨日付けの記事でハイドラソリューション、ハイドラ、カルダノのオフチェーンの技術ですねで、これによってスケーラビリティを高めていく、この、えー、開発についてもねあのかなり。 進捗があるようですので、こちらの方もお伝えしていきたいと思います。あの、テクニカル用語が多いので、はい、あの、私説明はできないんですけど、まあ、サクッとね、こんな感じで開発も進んでますよということをお届けしていきたいと思います。で、まずあの、前半行きたいと思います。Ada to $15 next Crypto p u n d i t boldly predicts as c a l d e r o sets new remarkable milestone ということで、こちらは3月25日昨日続けの記事になっています。 ということで、そんなに長くない記事です。そして、あの、後半の記事はですね、えー、カルダーのハイトラソリューションプリペアツ』フォー『メイン for main b e ー a r e l ということで、YouToDay さんのね、あの、馴染み YouToDay さんの記事になっています。それでは、あの、最初ですね、この15ドルになる、その根拠をね、あの、示した記事が、こちらになっていますので、ご紹介していきたいと思います。 え、タイトル。エ画ダ次は15ドルか。カルダノが新たな驚くべきマイルストーンを設定したとして、クリフトの専門家が大胆予測ということです。著名な暗号アナリストであるダン・ガンバルデロ氏ですね。お馴染みのダン・ガンバルデロ氏。この方、カルダノにね、相当強気な方です。はい。え、カルダノエーダの価格が15ドルに触れると予測している。これはカルダノネットワークが400万件という歴史的なマイルストーンに到達した後のことだ。ガンバルデロ氏は最近の YouTube 動画でこの極めて重要なウォレットの件数が なぜエーダの超強気な価格目標を設定するきっかけになったかを説明しているということで、このウォレットの件数が400万件というマイルストーンに達したということで、はい、あのこの今回の価格予想に結びついているわけです。カルダのウォレットが400万件を突破、クリプトキャピタルベンチャーの創設者であるダンガン・バルデル,ル氏は、 自身の強気なスタンスを強固にする、確固たるデータを強調した。具体的に言うと、エ画の価格が15度になることが、現実的にあってもおかしくないと考える、考える理由を述べた。ガンバルデロ氏は、2020年6月、トークンの、これまだね、あの、ちょっと最初に言っておきますけど、シェリーがまだ、あの、メインネットにローンチしてない時ですね、テストネットで、えっ、ー、と、 ステーキングはやっていたんですけども、本格的なシェリーのローンチはね、確か7月末ぐらいです。7月29日、日本時間で30日とか、そんな感じだったと思います。なので2020年6月はまだね、シェリーがメインネットにローンチしてない時期です。この時期ですね。トークンの価値が0.09ドル付近だった頃に、まあ大体日本円で言うと10円前後とか、そんな感じですね。あの、その頃のレートだと、まあ10円ぐらいだと思います。はい。だった頃に、エーダの史上最高値の3ドルを正しく予測していた。 ですね。なので、まだシェリーもローンチしていない、この2020年6月、トークンの価値が0.09ドル付近だった時に、エーダーの市場最高値3ドルというのは正しく予測していた。それがこの,あのガンバルデロ氏だったということです。で当時、ガンバルデロ氏の予測はイーサリアムのイベントを決定要因としていた。そこで同氏は再びイーサリアムのデータを頼りに、今後のエーダー価格を予測しているのだということで、まあ一応、ね、根拠はありますよということです。 3月25日の動画でこの YouTuber は、まあ、このダンガンバルデロシは YouTube、YouTube。 このユーチューバーはイーサリアムが2017年時価総額が210億ドルの時点でウォレット数が400万件に到達しということですね。2017年に時価総額210億ドルでウォレット数が400万件ですねで。カルダノは時価総額120億ドルの時点でウォレット数が400万件というマイルストーンに到達したのを観測したという。これはあの2017年の210億ドルと、あと,、えー、と今の120億ドルってそのまま引、ね、き 引き算してしてまうとかなり差があるような感じがするかもしれませんけど、今、どうなんでしょう。まあ、円,円に対してなのか、ちょっと相対的に、ねまあ、ドルが強くなっているという認識でいいのかなというふうに思います。まあ、その分だけだから差,差が縮まるというんでしょうかね。この2017年とまあ現在を比べてですね、あのちょっとまあ差が、価値としての差は縮まるかなと思います。そして、まあ、あのお互いにまあこのようなあの時価総額という時点で400万件というマイルストーンに到達した。 イーサリアムはその後え、強気市場の中で時価総額1250億ドルを叩き出し、カルダノは910億ドルに達したということで、これは最高値つけたときですかね、カルダノは結構ね、あのイーサリアムとの差を縮めて、え時価総額3位になったときがありましたね、2011年のことでした、はいで。ガンバルデロ氏はエイダが次の強気市場で15ドルに達すれば、時価総額はなんと5000億ドルにまで上昇すると予測している。カルダノのエコシステム内 の開発はイーサリアムと歩調を合わせてはいるものの、前者カルダノの方が優れたブロックチェーンであるというのが同志、ガン,ガンバルデロ氏の見解であるということで、イーサリアムよりもカルダノの方が優れていると思っているわけですね。そして、あのエイダが次の強気相場で15ドルに達すれば時価総額が何度と5000億ドルと言ってますけども、これ今のねあのビットコインの時価総額なんですけども、これドルに換算しまして、5349億7249万 ちょっと変わっちゃいますね。はい。あの、そんな感じですね。ということで、5349億ドルということで、もうだからもうビットコインに近くなってしまうよと、このカルダノが15ドルになればね、今、今現在の、えー、ビットコインの時価総額にね、かなり近くなるということを言っているわけですね。で、あの、これもちょっと補足なんですけども、チャールスさんが、えー、カルダノは1兆ドルの通貨になるというふうにね、 <laughs> あの、今はさすがにそうおっしゃっていませんけれども、あの、1兆ドルになるんだっておっしゃってた時があって、その時に、まあ、あの、どなたか他の方が計算された時に、あの、三日本円で3000円から4000円ぐらいって言ってたので、まあ、だいたい計算は合ってるかなという感じがするんですけどまあ、15ドルで、で、まあ、ほぼ5000億ドルに、 なる、なるということですね。そこまで上昇すると予想しているんです。でカルダノのエコシステム内の開発は、イーサリアムと不調を合わせているもの、あ、これはもう今読みましたね。はい。では次に行きましょう。で、ガンバルデロ氏がこのようにおっしゃってます。 私はここでファンダメンタルズについて議論しているのではないし、ブロックチェーンとしてのカルダノが何をしているのかさえ論じてはいません。前回このような動画を出した時は、シェリーすら存在せず、さっき私が、ね、あの補足しましたけど、2020年6月ですのでね、シェリーすら存在せず、カルダノのステーキングメカニズムもなく、まあ、テストネットでステーキングはしていましたということですで。メアリーハードフォークもまだ始まっておらず、マルチアセットレジャー、アロンゾ。 スマートコントラクトも存在しませんでした。と、ガンバルゼロ氏は主張している。まだその時から自分はね、あの、まあ、この、カルダナが3ドルを超える。 ると、正しくも予測していたということを言っているんですね。でさらに、同氏はスマートコントラクトをさらに効率よく展開し、分散型アプリケーション、ダップスをはるかに低いコストで実行できるようにすると言われていたバシルハートフォークを経て、カルダノのスケーラビリティが向上し、素晴らしいプロジェクトも出てきたことを指摘した。ガンバル、ガンバルデロ氏は、カルダノにはもっと画期的なイノベーションが控えていると考えている。カルダノは現在、開発の第5段階にあり、この最終段階であるボルテール自体への移行が待たれる カルダノの創案者であるチャールズ・ホスキンソン氏によればボルテールは分散型ガバナンスをいかにして実行するかについてカルダノ以外の暗号業界にも教訓となりそうだ。 なりそうだということを言っているわけですね。で、エーダーは現在3.03630ドルで取引されており、これは2021年9月に見られた暗号通、この暗号通貨の歴史的高値3.09ドルからおよそ88%下落している。現在第7位のカルダノは、ダン・ガンバルデロ氏の目標を達成するまでに長い道のりを歩むことになる。まあ、これはね、もうあの長年この市場にいてエーダーを握ってらっしゃる方も覚悟していることだと思いますね。長い道のりって言われても、ああ,あ、そうですか。 <laughs> っていう感じですよね。まあ、このようにですね、あの、長,長期でこのいい銘柄を見守っていく立場としてはね、もうほとんどが、あの、まあ、忍耐と待ちというんでしょうかね、そうじゃなきゃ気絶してるかっていう形になりますね。もうそれがね、あの、 えま、ま、それがこの、ま、当たり前の状態っていうか、デフォルトというかね、じゃ金の状態であるとね、受け止めていただいた方がいいと思うんですよね。なので、あの、このダンガンバール・デルシアがおっしゃっているように、あの、イーサリアムのその成長過程っていうか、開発過程、そしてあの、ま、マイルストーン、このマイルストーンを達成したら、あの、こうなるんじゃないかという、そのような、あの、ま、予測に基づけば、ま、次の強気相場の時には15ドルになるんじゃないかというふうに予測を立てていますよ、という話ですね。 はい、でそんな中、ですね、まあ、あの今のダンガン・バルデル氏はあの別にファンダメンタルズの話をしたんじゃないと、これからカルダノがあのブロックチェーンとしてどうこうとかね、そういうことをあの言ってるんじゃないとおっしゃっていましたけれども、次は、ですねじゃあカルダノはあのちょっと中身を見ていきましょうということで、すねどういうふうなあの開発段階を今、踏んでいるのかということを、はいあの、サクッと見ていきたいと思いますすここちらです、ね、こちららででねの記事です。 タイトルは、カルダノのハイドラソリューションメインネットベータ版リリースを準備中、詳細はこちらということで、こちらも3月25日、昨日続けの記事になっています。で、記者のトミー・ワボールドさんが、カルダノのレイヤー2スケーラビリティソリューションがメインネットベータ版リリース前の最終段階に入っていますというふうにアナウンスしてくださっています。で、えっ、ー、と、面積軸を読んでいきます。ここに記載された見解は投資アドバイスではなく情報提供のみを目的としています。また、必ずしも YouToDay の意見を反映したものではありません。あらゆる投資や取引にはリスクが伴うため、 意思決定の前に必ずご自身で調査をお願いします。失っては困るお金を投資することはお勧めしません。ということで記事の中身に入っていきましょう。IOG の最新の手法によれば、カルダロのレイヤー2スケーラビリティソリューション、ハイドラはメインネットベータ版のリリースに近づいているようだ。レポートに記載されている通り、ハイドラチームは現在、ハイドラノードのメインネットの互換性に取り組んでいる。また、ハイドラのプルタスクリプトの一式のゴールデンテストや、ハイドラノードのご設定の検知も追加しているということで、ゴールデンテストという 過去のテスト。 実行時にに得られた結果をファイルに保存しておき次のテストの時にも時にも,次のテストの時にも同様の内容が得られるかどうかをチェックするというテストの手法だそうです。なので、念入りにね、あの一時的な結果ではなく、この念入りに同じ結果が出るかどうかをテストしていくという解釈でいいのかなと思います。えー、IOHK のツイートで、記事に掲載されているのは途中からなんですけど、これを展開していきますと、このようになります、はい、週報になります、ね。 毎週ねこのようにあの開発がこんな風に進んでますよとこれは3月24日付けですね。このツイート自体は25日付けであのこのように。 あの、記載されています。で、これをちょっと最初からねさ、さらっと読んでいきましょう。え、今週もカルダノの開発アップデートがエッセンシャルカルダノで公開されました。こんな感じですね。はい、公開されました。え、今週のハイライトをチェックし、コアテクノロジー、ウォレットとサービス、スマートコントラクト、スケーリングとガバナンスの開発に関する最新情報を入手してください。ということで、この画像がこのように掲載されています。で、今週の開発のハイライトは以下の通りです。え、コアテクノロジー、 ネットワーキングチームはメインネットにダイナミック P2P ネットワーキングをリリースし、大庁チ,チームは API の拡張とガバナンス機能の開発に取り組み、コンセンサスチームは UTXOHT のリファクタリングテスト VRF の改良に取り組みました。ウォレットとサービス、ダイダロスチ,チームは開始画面を改善し、レースデスクトップ開発への取り組みを継続中です。ということで、このレースもね、楽しみですね。えー、アドレスティアチームはマルチ署名機能を拡張し、トランザクションバランシングライブラリーを抽出し、体の サービスを最適化しましまたもう私ね横文字読んでるだけでごめんなさいねちゃんと説明できなくてそしてあの、えー、記事に掲載されているのはこのスマートコントラクトの部分からなんですけどもマーローチームはバグを修正しマーローセマンティクスバリデータのさまざまな条件を評価しマーローエクスプローラーの、えー、詳細なトランザクションビューを実装しましたということでマーローというのはあ,のあまりその、まあ、プログラミングの知識がなくても スマートコンタクトを、スマートコンラクトを作成することはできるというものになっています、えー。次ですね。場所、場所、スケーリング。はい、いよいよここでね、ハイドラですね。ハイドラチームは、ハイドラノードのメインネットの互換性に取り組み、メインネットのベータ版リリースに備えました。ミスリルチームは、アグリゲーターストアの移行、ステークプールストアの適用を、適用を実施し、複数の同時メッセージに署名するために、マルチ署名者をリファクタリングしました。 ということで、まあ、スケーリングにも取り、このように取り組んでいますよということですね。で、あと、まあ、あの、このミスリルっていうのは私の解釈、本当にね、単純な解釈で、あの、ダイダラスなどのね、あの、フルノードの、あの、えっ、ー、と、なんていうクライアントっていうんでしょうか、トーレットなどの、あの、まあ、処理速度が速くなるっていうのかね、まあ、動作が速くなるというふうな、 技術だと解釈しています。ガバナンスです。CI で記事が掲載しているのはこの場所のスケーリング、まあ、ハイドラがあの。 ま、ハイドラの進捗状況までで、で、次に掲載されているのはガバナンスですね。CIP1694 のアップデートをチェックし、GitHub で直接貢献しましょう。3月30日のコミュニティの会話に参加し、CIP1694 と今後のワークショップについて議論しましょう。詳しくは報告書全文をご覧ください。ということで、まあ、これについて日本語ではね、あの、ゆうたさんなど、あの、えっと、 え、アンバサダーさんですね。あの、アンバサダーさんがツイッターであるとか、あとフォーラムでね、記事を公開していると思います。あと、他にもね、SPO さんたちがあのツイッターで、あの、まあ、かしら、 あの、機会があれば触れていると思いますので、はい。あの、ここではね、あの、これを読み上げるだけにしておきます。で、まあ、ガバナンスにもこのように取り組んでいると。そして、今現在は1コミットあたり100エイドというメインネットの制限も設けられている。チームはメインネットのベータ版リリースに向けて小さめのタスクにも対応した。カルダノのレイヤー2スケーラビリティソリューションは、ハイドラと呼ばれ低レイテンシー、待ち時間が短いということですね。コースループと最小限の取引コストの提供によって取引速度を高めることを目的。 敵としているハイドラ、ハイドラファミリーのプロトコルの最初のメンバー、ハイドラヘッド。ここが、まあ、オフチェーンになる部分で、あの、まあボ、ボディがあって、ボディは一つで、それはあのメインチェーンというかオン、オンチェーンなんですけれども、で、オフチェーンとして、まあ、いくつもその、えヘッドが、こう、いくつも出てるっていう、ボディから出てるっていうイメージですね。で、そこが、まあ、オフチェーンになっていまして、まあ、そこで処理できるものを同時に処理して、そして、また、あの、まあ、オンチェーンにも、持ってきて、 えっと、データを処理していくということなので、まあ、データの処理がこれで早くなるということですね。で、このハイドルヘッドは高度な展開状況への基礎を築くものである。アロンゾのアップグレードにより、分散型アプリケーション DAPS やスマートコントラクトなどのアプリケーションをカルダノ上に構築することができるようになった。ハイドラは既存のレイヤー1ブロックチェーン上に新しいプロトコルを重ねることによって、今後もカルダノのスケーラビリティを高めていく重要なレイヤー2ソリューションであり、アロンゾによって実現した 興味深くも革新的な技術である。ミスリルチームは先に報告したように、ハイドラの進捗だけでなく、ミスリルのメインネットのベータ版を利用できるようにするための最終的なマイルストーンに取り組んでいる。最近の IOG の統計によれば、現在1215件のプロジェクトが体の上で構築されており、118件がすでにローンチしているえ。実施されたトランザクションは計6 9350万件になっている現在ミントポリシーが7 937件にも及んでいる体のネイティブトークンは803万件存在するプルータスス,スクリプトは7489件でそのうち2275件がプルータス バージョン2スクリプトであるということで、まあ、これは今ね、あの、こちらの方を読み上げさせていただきましたという感じですね。ということで、いかがでしたでしょうか。まあね、あの、このように、あの、技術的な開発もきちんと進んでいて、毎週毎週ね、発表が、えー、発表されていますし、まあ、それと相まってですね、あの、それを抜きにしたとしても、このように、あの、強気の、えっ、ー、と、アナリストさんがね、<laughs> あの、次の強気そばには、あの、このくらい行くんじゃないのというふうに言っていますので、まあ、あの、元気出していきたいなというふうに思い,思います。の、まあ 長い道のり、もうね、本当に、もうね、これはね、あの、ほとんどもうに忍耐している、待ってる時間の方が長いというふうに、ね、そこはね、もう諦めていただいてですね、まあ、あの、ゆっくり楽しみに、あの、待っていればいいんじゃないのかなというふうに思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画か、ど、えー、どこかでお会いしましょう。では、失礼いたします。ありがとうございました。